料理が得意じゃにゃくっても美味しく作れてセルフケア、猫一途キッチン。この時期はイベントごとがたくさんで腸に負担をかけがち。そんな時におすすめにゃのが甘酒。日本伝統の甘味飲料である甘酒はいろいろな健康効果も注目されているけど、今日はその中でも腸活におすすめなレシピを紹介するにゃ。甘酒には腸内環境を整えてくれるオリゴ糖や食物繊維が含まれているし、今回のレシピはヨーグルトと合わせてごくごく美味しく飲めるから、腸に負担がかかりやすいこの時期におすすめにゃ。そんな甘酒を使った材料混ぜるだけで簡単美味しく飲める甘酒らしいを紹介するにゃ。それでは作り方をご紹介にゃ。材料はこちら。作り方はこちら。甘酒とヨーグルトに含まれる善玉菌の効果で腸活効果20丸、さらにレモンに含まれるビタミン C で美肌効果にも期待にゃ。ぜひみんなも作ってみるにゃ。この動画がためになったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくにゃ。もっと詳しく知りたい人は概要欄